鳥居大会神社は、大阪府大阪市住吉区住吉にある神社。式内社で、現在は、住吉大社の境内拙者。現在の祭神は次の二柱。延長五年成立の、演技式神明町における祭神の記載は二座、同調では、元名、つもりすし人神と中期されるが、特選神明町や、神明帳交渉では、この、 つもりやすし人身をつもりし人心と肯定し、以来当社を、住吉大社法塞氏族のつもりしの氏神と解釈する説が知られる。ただし、新先生史録では、つもりすくねは、尾張りすくと同祖で、悲密命の光栄であるとされており、安住みの死の祖先が見たる渡たとは相違する。一方、住吉大社人代記において、つもりや必ず当心に前後会人と見える神を、 当社に否定して、演劇式新名帳の記載も文字通り、つもりやすし人心ととる説もある。この説では、安人心、安必ず東心は、現人心あるいは筑前な香川の住吉三上、総本宮、荒人神社の意味と解釈される。いずれにしても、つもり氏との関係は深く、住吉松葉大記では、手さそにの着氏が大量師として、大会神社の奉仕に当たったとする。 現在の祭人は、上記の二柱であるが、住吉松葉大記ではそのうち、豊玉姫命を愛、殿神とする。またい説として、新明上交渉では、大渡墨命、玉寄姫命の二柱とし、人儀資料では、エンドロー王、豊玉姫命、彦穂,穂,穂で未存の三柱とする。新昇格直負傷大道元年長では、当時の住吉垂神には、 神戸として二十二個が当てられており、そのうち二個は、天平法寺三年十二月二十九日府で、摂津国から、一個は、天平神五元年九月七日府で、備中国から当てられたと見えるが、この、住吉た垂神を、大会神社に否定する説がある。また、演劇式臨時祭の東宮八十搭載場に見える、渡積みに座、日本紀略天略二年七月五日場に見える、 住吉渡積を当社に否定して、住吉神と共に八十当歳に預かったとする説もある。延長5年成立の演技式新名帳では、摂津国住吉軍に大会神社に座所を求め、つもり安志人心と記載され、に座が式内社に列している。その後も、住吉大社の摂社として推移し、かつては住吉大社本宮の式年造営に際して、 当社社殿も建て替えられたという。社殿左に平殿、右奥に本殿。本殿、平殿の間には、渡殿が立つ。社殿は、住吉大社境内の北寄りに位置する。本殿は、江戸時代中期の宝永5年の造営である。住吉大社元宮本殿造営。国宝王と同様の住吉造りであるが、本宮本殿よりも古く、また、本宮本殿と同様に海の方向に西面する。 屋根は日和だぶき。国の重要文化財に指定されている。本殿前にはわ戸殿、ついで平殿が建てられており、いずれも本殿と同様に、江戸時代中期の宝永5年の造営である。わた殿は桁雪2軒、張間1軒の両下げ作りで、屋根は日和だぶき。また平殿は割配電形式で、桁雪3軒、張間2軒の切り妻作りで、屋根は日和だぶき。 本宮に比べると簡素な造りになる。またどの、平殿は合わせて一棟として、国の重要文化財に指定されている。平殿前の境内入り口に建てられている西門は、江戸時代前期の造営である。霧妻造りの四つ足門で、屋根は本河原吹き。国の重要文化財に指定されている。西門の外は崖上の地形であり、かつては海が広がったとされる。また、 社殿西南には、後輩殿もあったというが、現在は失われている。以上のほか、社前には、玉の糸と称される井戸があるが、ここは山崎彦が、渡積から授かった塩蜜玉を沈めたところと伝える。なお、付近には同じく住吉大社境内拙者の志賀神社が、鎮座する。ありがとうございます。